エコロジカルアーティスト栗林孝之さんの環境ポスター展ハートアースイン秋田が秋田市大町のeホテルショッピングモール2階にて10月18日から11月12日の期間中に開催されています。アースイコールハートをテーマとして落ち葉や木の枝などの自然素材を使って様々な生き物を表現しています。ユーモラスで迫力ある作品の数々をこの機会にぜひご堪能ください。